鈴木善光、鈴木善光、鈴木善光、1911年、明治44年1月11日から2004年、平成16年7月19日は、日本の政治家。以外君党は正治くらい大君に。郵政大臣、第15代、内閣官房長官、第26代、厚生大臣、第43代、自由民主党総務会長。 第15.1723代、農林大臣、第48代、自由民主党総裁、第10代、内閣総理大臣、第70代などを歴任した。岩手県下平郡山田町のアワビ、スルメ漁、水産化工業を営む、網元の家に生まれた。また、鈴木家は野号、黒米屋と呼ばれる米屋でもあった。父の前五郎は、 日露戦争に従軍した際の戦勝で寮に出られなくなったこともあり、男でのなかった妻、久の実家の商売を切り盛りしていた。岩手県立水産学校を経て、水産講習所、後の東京水産大学、現東京海洋大学に入学。六幕園をわずらい一年休学し実家での療養中に昭和三陸地震津波に遭遇し、 地元の被害の大きさを目の当たりにしたことが、後に政治家を志すきっかけとなる。学生時代の弁論大会で、網元制度の全近代性に疑問を投げかける主張を行ったこともあり、就職時には思想傾向を理由に不採用になったこともある。共産主義思想とみなされた。水産講習所卒業後、日本水産会の総帥と言われた。 大日本水産会会長の伊谷一次郎の秘書となり、全国漁業組合連合会、岩手県漁業組合連合会に勤務した後、中央水産業界企画部次長を務めた。太平洋戦争中の1944年、昭和19年には、秋田県の不評連隊に赤紙召集され3ヶ月の訓練を受ける文隊長の君は水産物の教室とか集荷とか、 水産の大事な仕事をしていたようだから軍隊より、そちらで働く方が、お国のためになるという計らいにより、招集を解除され元のポストに復帰する。1947年、昭和22年に日本社会党から第23回衆議院議員総選挙に、出馬、初当選。水産上任委員会の委員として、水産庁の設置をはじめ漁業法や、 水産業共同組合法の成立当選後の水産政策に大きな割を果たす。あと、社会革新党に移る。しかしカスリーン台風、アイオン台風襲来により、地元が大きな被害を受けると復興のため奔走するも弱小政党だった、社会革新党の議員ゆえに何も成果を残せな現実に、厳滅。 ついに直送選挙への不出馬を明言するに至るも、一方で支持者からは、鈴木の与党遺跡を求める声が高まり、同郷の先輩大二士、小沢佐栄の引き合いで、吉田茂率いる民主自由党に移り、異合保守政治家となる。保守合同後は、池田隼人の高知会に所属。池田に側近として、可愛がられたこともあり、その後はトントン表紙に保守政界での地位を上り詰める。 1960年第1次池田内閣の郵政大臣として初入閣。第3次池田内閣改造内閣では内閣官房長官に就任するが、すぐに池田首相が病気で退任を受けた第1次佐藤内閣で全内閣のメンバーが留任させる域、内閣を取る中、官房長官人事のみ佐藤派の橋本富三郎を就任させたため退任となった。その後、 改造内閣では官房長官退任となって代わりとして厚生大臣に就任した。その後、福田武雄内閣で農林大臣などを歴任。党総務会長を10期務めるなど、裏方で力を発揮する調整型の政治家とみなされていた。三木卸しでは太平派の参謀として、福大派の園田ただし田中派の二階堂進村と共に、挙党体制確立協議会。 巨頭京を主導する。三木武雄の退陣後の大福密約でも太平派の大番頭として、これを取りまとめ、大平正義が総理総裁になった際には自民党幹事長に起用されかけたが、田中角栄、二階堂を進むと関係が近すぎるとして副大派など、反主流派が反発し取りやめになっている、斉藤邦吉が就任。一方では、 名優の田中角栄と組み、後の三陸鉄道の前身となる国鉄宮古線、九慈線、西線の開通を進め、また県内の選挙戦勝利の見返りとして、国立岩手山青年の家の設置を佐藤栄作首相に働きかけり、岩手と秋田を結ぶ千岩トンネル、千岩道路の建設、国民休暇村の雫石町への誘致、地元選挙区の岩手県太郎町、現、 宮古市にはグリーンピアを建設したり、実施第一次計画では仙台駅までの予定であった東北新幹線を地元の森岡駅まで延伸させるよう強い圧力をかけたとされるなど、利益誘導による地元還元をする政治家としての側面も存在した。自民党総務会長、鉄拳新会長として、地元の鉄道網、漁港、港湾、道路、東北自動車道、 三陸縦貫自動車道の整備に影響力を発揮した。自民党総務会長として日中国交正常化後三度訪中し、当時の中国の最高指導者であった当昌平とも会談しており、第一次太平内閣の1979年5月の会談では尖閣諸島の領有権問題の棚上げと日中両国による海底資源の共同開発の提案があったという。 改革開放論者であった党はさらに鈴木に日本からの政府借款を受け入れたいという胸と土地を提供するから共同で中国国内に兵器工場を作りましょうという話を持ち出してきた。鈴木はこれには正直言って驚いた。日本としては対米関係などを考えると大変なことでできるわけはない。私は日本は日本国憲法の趣旨から言って 諸外国とそういう面での共同の仕事は基本的にできないし考えてないと即座に断った。この話は単なる外交上の駆け引きとしだしてきたという印象ではなかった。真剣だった。今思うに当時中国としても軍備の近代化を考えていたんだろう。中略日中共同の兵器工場建設の提案を断った代わりに遠借官の件は約束通り実行した。 と語っている。1980年、昭和55年5月、自民党が過半数を占める衆議院で、社会統提室の大平正義内閣、不信任案採決に、三木派、福田派などの反主流派自民党議員が多数欠席し、不信任案が可決された。太平首相はこれに対抗して、衆議院を解散、ハプニング解散することとし、 参議院選挙の日程を繰り上げて、初の衆参同日選挙を行うことにした。だが、大平は選挙戦突入の初日に、心臓発作で倒れ、選挙戦中盤に死亡する展開となった。選挙結果は、首相の分死への同情から、衆参両院における自民の圧勝となる。この結果は予想されたものではなく、解散時における世論調査では、 大平内閣の支持率21%に対して不支持率は41%だった。国民は自民の内紛に嫌気がさして野党支持が自民党支持を上回っていた。このような状況での内閣不信任案可決と解散とに財界は困惑し、経団連の土耕俊年尾会長は記者会見で一番悪いケースになった不満を禁じ得ない。この際自民党が もっと結束して、ことに当たって欲しかったと述べた。自民党は、この同日選挙に向かって、財界に50億円の政治資金拠出を要請。財界側は、自民党の分裂回避を条件として応ずることとなった。これを契機に、反主流派の浸透論も消滅し、同時に、主流派の側も、不信任安心議事の欠席者の責任を不問にした。太平首相が死去したとき、 伊藤正義官房長官が内閣法の規定により首相臨時代理を西村栄一自民党副総裁が総裁臨時代行を務めたが選挙は主流派を代表する形で総務会長の鈴木善光が財界との交渉も含め取り仕切った鈴木は総理を目指すのではなく太平を総理にすることに努力してきた人間であったただし鈴木は 太平首相が緊急入院した際、選挙後の太平の自発的な退陣とその後の暫定政権論を記者団に漏らしており、病床の太平を先白な腹黒者、不謹慎極まりないと激怒させている。選挙が圧勝で終わった時、不信任の可決から始まった騒動だけに太平を追い込んだ形となった河本敏夫、を福田竹浦藩主流派が名乗りを上げるのは困難だった。 田中派は依然として、総裁を出しにくく、暫定案として考えられていた西村副総裁も、落選していた。また中曽根康弘は、不信任案に反対したものの、キングメーカーであった田中角栄の信頼をまだ勝ちっていなかった。こうして、引き続き太平派から総裁を出すのが自然な流れとなったが、首相臨時代理であった、官房長官の伊藤は、親友が亡くなったばかりなのに、 とても首相になる気はしない男児。派の次世代リーダーである宮沢貴一は本命であったが田中から嫌われており、また太平との関係もやや疎遠だったことがマイナスに作用した。結果として太平、田中連携のような位置にあった鈴木が太平政権を継承する形で総理、総裁の座に就任することになった。鈴木は太平の発言の日に、 自民党両院議員総会で総裁に選出された時、元より私は総裁としての力量に欠けることを十分自覚している。しかし、その選考の本心に思いをいたし、総裁の大役を引き受ける決意をしたと異例の挨拶を行った。なお、後に、鈴木は金を一銭も使わないで総裁になったのは僕が初めてじゃないかと述べている。 なお、日本社会党在籍経験のある内閣総理大臣としては、片山明以来であり、社会党在籍経験のある初めての自民党、総裁である。首相に選出された際、海外での知名度不足から、アメリカのメディアに、全校風全校風と言われた。明治生まれとしては、最後の内閣総理大臣であった。鈴木全校内閣。 鈴木前行改造内閣も参照。自民党では、ハプニング解散まで引き起こした、党内構想をあぐむ空気が強かったこともあり、南部人らしく、和の政治をスローガンに掲げた。財政収支が悪化していた、国庫財政を立て直すため、財政改革では1984年、昭和59年までの赤字国債脱却を目標と、しながら、 増税論を抑えながら無駄な支出を削減するという方針を示し、増税な規制再建を掲げた。第二次臨時行政調査会、会長、土孔敏夫を発足させ、晩職大臣に見なされがちな行政管理庁長官に、ポスト鈴木に意欲を燃やしていた、中曽根康弘を当てる。反主流派からも、川本敏夫、中川一郎を中曽根と釣り合うポストで処遇。高知会からも、 官房長官に政策通の宮沢貴一を起用し、伊藤正義、田中六助、斉藤邦吉など有力議員を入閣させる、など、人事調整も巧みであった。様々な派閥及び、属議員による、支出要求にもまれる中で、鈴木は、持ち前の絶妙なバランスを生かしながら、主流派離脱を抑えながら少しずつ、支出の削減を進め、最終的には全派閥を、 主流入りさせた上で、反執行派閥という存在を事実上なくし、自民党内で究極の和の政治を実現した。行政改革方針は、後の中曽根行革への道筋をつけることになったが、和の政治からの紹介状に、中曽根行革では、新自由主義に邁進することになる。近県選挙の問題があった参議院の全国区選挙については、 高速名簿式比例代表制に改めた。また、現職の内閣総理大臣として、初めて北方領土と復帰後の沖縄を視察した。また、財政難から月齢給の4.58%給与引上げの人事院勧告の実施を見送り、国家公務員の60歳定年制を導入した。鈴木内閣発足時、国際残高が82兆円まで達しており、 財政再建は、目下の課題であった。1981年3月、土孔俊夫を会長とする、第二次臨時行政調査会が発足する。鈴木は、昭和57年度予算編成への具体的、改革案を今下までに求めると臨庁に要請し、また、日本商工会議所の総会において、行政改革に政治生命をかけると発言し、並々ならぬ意欲を見せた。 鈴木の意向を受けた大倉省では、前年度予算からの伸び率をゼロにするゼロシーリングが正式に決定された。7月には、第二臨調が医療の適正化や行政の合理化を唱えた一時答申を示し、臨調の答申を最大限尊重し実施することが閣議決定された。鈴木はまとめられる省庁の歳出削減事項を一本化した。 法律にまとめて成立させる方向で、行革関連特例法として10月には、衆議院で11月は、参議院を通過して成立した。こうした、中成立した昭和57年度予算は稀に見る、抑制予算となった。翌昭和58年度予算は、原則5%のマイナスシーリングの導入と、臨調の 第三次闘神の尊重と実施を図ることが閣議決定されたが、世界同時不況の過中に日本経済が巻き込まれ5から6兆円の税収不足の恐れが出てきたため、1984年、昭和59年までの赤字国際脱却が困難な状況に直面した。1982年9月16日には財政非常事態宣言といわれるテレビ演説を行い、 さらに徹底した、歳出削減と赤字国債の増発で、未曾有の困難を乗り切る必要があると訴えている。その翌月の10月には、鈴木は退陣するものの、鈴木が敷いた行革への方針は続く、中曽根康弘内閣へ引き継がれていく。デタントの時代が終焉し、米ソ冷戦が激しくなる中で、鈴木は、我が国は平和憲法の下、非比較三原則を国税とし、 シビリアンコントロールのもとに、選手防衛に徹した施策をとっており、近隣諸国に脅威を与えるような軍事大国になる考えは、もごと持っておりません。我が国に対する核の脅威や攻撃に対しては、米国との安全保障体制に基づき、米国の核の抑止力に依存するとともに、これを抑止することが最も賢明な道と考えるものでございます。政府としては、 このような考え方を変える考えは持っておりません。と、米国の核の傘の下で、選守防衛の原則を貫き、防衛計画の対抗に基づく着実な防衛力の整備を示した。鈴木は、ロナルド・レーガン大統領との会談で、選守防衛の日本の防衛政策を、吠えるオンより、賢いハリネズミでありたいと表現している。また、太平政権のブレーンであった、 高坂正敬からの唱えた総合安全保障の概念を導入し、軍事力のみに頼らない経済や外交を含めた総合的な全保障体制を目指すとして、1980年12月、国防会議とは別の組織として内閣に総合安全保障関係閣僚会議を設置した。もともと社会党から正解したこともあり外交面では、鳩と派スタンスが時折出る一方で、 苦手だった安全保障外交について、隙が出る発言を、たびたび修正することがあった。1981年、昭和56年5月7.8日のレーガン、大統領との会談後の共同声明では、日本の公式文書では初めて、同盟関係という文言が記されたことから、新たな軍事的密約を懸念したマスコミ側から、記者会見の場で、 今度は同盟関係ということが初めて歌われたが何か軍事的に変わったことがあるかと質問がなされた。鈴木は自由と民主主義、自由市場の経済体制という価値観では日米は全く同じだ。これを守っていこうという立場を含めて同盟関係と言っている。軍事的意味合いは持っていない。日本は平和憲法のもとに自衛のための防衛力しか持てない。 戦守防衛に徹する。軍事大国にはならないという点をはっきりさせているので、軍事同盟ということは全然、共同声明の中にも入っていない。と発言。鈴木の帰国後、国会等で、同盟は、軍事同盟を意味し個別自衛権から集団的、自衛権への逸脱ではないかと問う声が共産党や、社会党から起こり、5月11日の外務委員会において、 伊藤正義外相は、社党の土井高子の日米軍事同盟、安保条約という意味を含んだ同盟ということを認識せざるを得ないという質問に対し、軍事的な何らかの関係のあるものを、同盟というような言葉を使うのだということであれば、変無的とはいえ安保条約というのは、軍事的に関係がありますから、同盟と使ってもいいと私は思うのでございまして、軍事というのを、 日本で考えますと憲法でも制約があるわけでございまして日本は日本を守ることしかできないのだというのはもうはっきりしているわけでありますからそれ以上広げて軍事同盟なんということはできない日本は軍事的には個別自衛権しかないのだということはもうはっきりしていることでございますさっきから土井先生と私がやりとりしております偏無的な安保条約それが 軍事的な同盟のようなものじゃないかと言われれば、安保条約を結んだ時からこれはあるわけでありますから、それは何も否定しませんが、広い意味ではこれはそういうことも入った、軍事関係だということを先ほどから申し上げているわけでございまして。党と発言。日米安全保障条約や、同盟の解釈をめぐり、軍事的意味はないとする鈴木の発言との相違が、問題視された。 また高島マスロー外務事務次官も軍事的な関係、安全保障を含まない同盟はナンセンスと鈴木を批判。また鈴木も共同声明文が有馬達ら外務省の事務側で一方的に作成され、自身の意向が全く反映されていないことに対し強い不満を示した。外務省内では米側の反応も受けて緊急の協議が行われ、十三日日本政府は 統一見解を発表し、同盟には軍事的側面はあるものの新たな軍事的意味を持つものではないとして、鈴木の発言を事実修正した。政府見解を受けた14日の外務委員会では、伊藤外相も日本とアメリカの間には日米安保条約がありますことは、これはもう厳然たる事実でございますので、そういうことを前提にしておりますことが中に入っているということは、 これはもう間違いない。誰もが否定することではないわけでございます。そういう関係を、同盟関係と、広い関係を、同盟関係という言葉で表明したわけでございまして、そういう言葉を使ったから、なんか日米関係の中に新しい枠組みを作って、そして、それが、従来の枠組みを変えて、新しい枠組みを作って、新しい軍事的意味を持たせる。 そういうような意味でこの言葉を使ったのではなく、安保条約の五条関係は憲法からしても個別自衛であることは間違いないのであり、これを集団自衛権とかそういうものに直していこうとか、そういう意図は毛頭ないと説明するも、翌十五日の閣議では、中川一郎、渡辺道夫、鯨岡氷助ら閣僚ら外務省側の対応に批判の声が上がり、翌十六日、 責任を取る形で、伊藤外相、高島次官の両名とも辞表を提出し、事務次官は、入りを受けた者の外相は辞任する。この問題では、鈴木は同盟の解釈について、新たな軍事的意味を持つものではない、米国の対祖軍事戦略に巻き込まれるものではない、我が国が集団的自衛権の行使を前提とするような、軍事な役割を分担するといったようなことを意味するようなものでは、 全くない安保条約が日米双方による集団的自衛権の行使を前提とする条約に該当しないことは明らかであり、日米双方とも安保条約の性格をいかなる意味でも変える考えのないことは一致しているところであるなどと軍事同盟を否定する考えを一貫して示した。1981年5月18日、毎日新聞長官に 元中日アメリカ合衆国大使エドウィン・オーライ・シャワーが小森義久、当時毎日新聞記者に対して語った、比較三原則の規定する持ち込みとは陸上げを指し、核兵器を搭載した艦船の機構は含まない。日米間の領海の下で、アメリカ海軍の艦船が核兵器を積んだまま日本の基地に寄港していた。これについては、日米安保条約の規定する。 事前協議の像とならないことを日本側も了解していたとの発言が報道され、比較三原則違反を大使まで務めた外交官が認めたとして日本国内で騒動になった。国防情報センターのジーン・ドバート・ラロック所長、元海軍少将による各兵器搭載艦船は日本機構の際にわざわざ兵器を下ろしたりしないのラロック証言と並び有名なライシュワー発言であり、 日米核持ち込み問題の一つである。20日、園の田正外相は、マイケル・マンスフィールド中日大使と会談。ラロック証言を否定した、ロバート・スティーブン・インガーソリ国長官代理による、米政府見解を確認し、ライシャワー発言を否定したが、同20日、鈴木は、日本記者クラブの昼食会で、日本政府は、核の持ち込みについて一貫して航空機であろうと、 感染であろうと事前儀の対象となるという立場を堅持していると言明した上で、事前協議は現実的に対処する。事前協議は予見できるものではなく、イエスもノーもあると協議次第では、核持ち込みを許容するの発言をし、問題となる。あと、官邸で、宮沢官房長官だと協議し、自身の発言を否定する。日米同盟問題もあり、国会では、社会党から、 鈴木、レーガン共同声明による日米同盟なるものが、実は大祖同時多発報復戦略に基づく核同盟に他ならないなどと厳しく追及され対応に追われることとなった。元海上幕領長の中村定治は、日本の防衛すべき範囲として、東京都グアム及び大阪とバシー海峡をそれぞれ結ぶ日本のライン、中村ラインを提示した。この概念を元に、 ワシントン DC 訪問中の鈴木は、ーレーン海上交通路につきましては、約1000回り、1000マイル、こういうものを憲法の了承とも照らし合わせまして、我が国自衛の範囲内として、それを守っていく、とと発言。翌1982年、昭和57年3月には来日した、キャスパー・ワインバーガー国防長官の、日本の防衛力は、憲法の範囲内ですら、不十分だ。 いろいろ難しいのはわかるが、日本の空とシーレーンの防衛は実質的な改善を要求する。と発言があり、ソ連の軍事力増強とアフガニスタン紛争への介入などで、米ソ関係が緊張する中で、日本の防衛強化への圧力が高まり、P-3C や F-15J の本格配備を想定した56中行が、1982年7月の 国防会議で了承された。鈴木のシーレーン防衛の発言は、アメリカの国防報告、1985年度版、において、日本の領域の防衛、その空域と1000マイルまで外のそのシーレーンが、日本の憲法のもとに合法的で、実際、その国家政策であると彼が1981年5月に述べたとき、鈴木首相は、 日本の役割と任務のためにゴールを明確に述べた。と肯定的に記されることとなる。一方で米側から日本に対し武器技術の供養を求められた際は武器が売れるといいなと思うような産業界の人を作りたくないという思いから要請を拒否した。1981年6月12日、ホノルルで日米安保事務レベル協議が開催され、 米側から日本に対し、防衛計画の対抗の見直しと、戦海離シーレーンの防空、戦闘継続能力2ヶ月以上との要求がなされた。6月19日、マニラでのアセアン拡大外相会議で、兵グ米国務長官と会談した、園田忠外相は、米側の過大な要求に対し、財政状況などから困難であるとの旨を伝えた。翌20日、 ホテルの自室に集まった記者に日米間の総意について問われたソノダは、先の鈴木、レーガン共同声明を、声明には鈴木総理の意思が反映されていない。声明は条約、協定、覚書とは異なる。外交上の拘束力はない。などと発言し、新聞などで報じられ大きな問題となる。ソノダは緊急の記者会見を開き釈明したものの、 アメリカからの対日信用を落とす形となった。日米同盟問題、比較三原則問題などと合わせ、鈴木、そのコンビが、対米外交で失点を重ねたことは、小室直樹など評論家から厳しく批判された。1982年6月に起きた第一次教科書問題に直面した際には、中国と韓国からの反発を受け、近隣諸国条項を定めた。 首相就任以来、一部マスコミからは、閣営内閣、暗愚の最小と、揶揄されていた。伊藤の公認で外相に就いた、園田忠の日米同盟関係見直し姿勢もあって、対米関係が著しく悪化したため、岸信助らの親米派により当格の動きが起こっていたが、党内事情では総理総裁の地位を脅かすまでには、至らず、1982年、 昭和57年の総裁選で再選されれば、長期政権も視野に入っていたが、1982年、昭和57年10月に至って、突然総裁選不出馬を表明。10月12日の大臣会見では、自分が総裁の座を競いながら、党内融和を解いても、どうも説得力がないのではないか。この際、退陣を明らかにして、人心を一新して、新総裁のもとに、 東風の刷新を図りたい。真の巨頭体制を作りたいと述べた。田中派の諸遇を中心とする、党内各派のバランスに苦慮していたことや、米国政権に不信感を持たれ日米関係がこじれた子が背景にあるとされているが、不出馬の真相は明らかになっていない。一方で、外遊のたびに、首相臨時代理に中曽根康弘を指名して、 後継候補であることを示し清掃の目をあらかじめ積んでおくなど、引き際の調整力は巧みであった。首相在任記録は864日間で、首相在任中に大型国政選挙を経験していない首相としては、日本国憲法下では最長記録である、退任後自由民主党最高顧問。鈴木は内閣退陣後も当面高知会の会長を務めたが、 中曽根卸をもくろんだ二階堂擁立構想が頓挫し、影響力が低下した。1986年、昭和61年、会長職を宮沢貴一に全上する。1990年、平成2年に政界を引退した。1992年、平成4年2月、共和汚職事件に絡み国会の衆議院、予算委員会に参考人承知された際に、 金は全員の保管者として預かったなどと発言し、物議を醸した。2002年、平成14年9月30日、長男の衆議院議員、鈴木俊一が第一次、小泉改造内閣で環境大臣として初入閣した。91歳の鈴木は、テレビカメラの前で自宅のこたつにあたり、寝転んで、テレビの報道を見ながら、大臣になって嬉しいよと語った。 2004年、平成16年7月19日、肺炎のため93歳で死去した。死後、生に、大訓域課大受賞が贈られた。明治生まれの首相経験者としては、最後の生存者だった。三女、近子は、麻生太郎に嫁いだ。後継の中曽根内閣では、日米軍事同盟路線を強調し、日米関係修復に努める一方で、 鈴木の党内優和と行政改革推進の方針は継承され、鈴木の和の政治は鈴木大臣後の自民党内構想にも大きな影響を与えた。1970年代の核服戦争のような怨念も絡んだ構想が繰り広げられることはなくなった。一方、石橋丹山以来の平凡な経歴を持つ首相となり、八幡和夫などのように鈴木が 首相になったことは誰でも首相になれるという前例になり政治を劣化させたと評する向きもある。池上明は大平正義氏が正居して首相のポストが転がり込んできた鈴木善光氏が自民党の中で誰でも首相になれるという印象を最初につけた人だった気がします。鈴木さんは外交入得、日米同盟についての国会答弁でしどろもどろに なってしまったのを覚えています。投票している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。